ここは私が。もう奴らの好き勝手にはさせません。そちらはお願いします。やはり敵の源はこの超ここからは明式との戦いになる。漂白者、準備はいいか。それでいい。適度な緊張はしさ、この戦争を終わらせよう。こんな場所に月が。一体無感謝だと、奴の周波数まで組み直せるというのか。木が無感謝の周波数を吸収し、新たな化け物を作り出したというのか。まるで万刀の戦いの時のように。ここにてうがっ。これでどうだ。良きの剣術だと、ふざけやがって。恐れなし。交代はしない。行くぞ。これも音の力だ。行こう。だやっ、これからだ。しまった。行こう。光よ、前。待ってたぞ。これでどう。
奴の遠距離攻撃に気をつけろ。うまく回避するんだ。漂白者、気づいたか。奴らの攻撃、明らかに月を避けている。つまりあの月こそ奴の急所だ。勢いが弱まった。ここは俺が食い止める。お前は木を見てコアを攻撃するんだ。正気だ。まさか俺の流走まで再現するとはな。油断した。未来のために。これも音の力だ。影に溶ける。行こう。油断した。これも音の力だ。逃がさない。その力だ。危ない。未来のために。その力使わせてもらう。これも音の力だ。行こう。せっ、しまった。油断した。待ってたぞ。これでどう。ここにてうがっ。遅いぞ。極を開く。これでどうだ。
待つのみ。交代はしない。油断した。しまった。あの戦争の名式が逃げたのか。はあ、はあ。漂白者、そいつは。もうここは持たない。詳しい話は出てからだ。呼吸として使おう。前回の続きから。押し寄せる残像をたった一人で食い止める羽毛の髪の少女。少女に危機が迫る時、重なる雲の切れ間から高校たる光の柱が差し込んだ。もやも残像もなぎ払う光の柱。そして光に当てられた巨像から現れる二つの人影。漂白者と紀元将軍。二人の歩みは巨岩を崩落させ、無双戦士の野望は破綻した。よどんだ闘争の空気が一掃され、陛下も病んだ。事の成否はいつだって天意でなく人の営みによるものだ。一時の失意はあれど、局面を打開しようとする者はいる。かつて星々の降る野原に竜の怒号を聞いた。今はそれに比類する凱歌が響き渡る。この先どうなることやら。だがそれを語るにはまだ早い。